晴れの国岡山を代表する景観が見渡す限り広がる穏やかな瀬戸内海。岡山市から玉野市の海沿いに出ると日本の渚100選にも選ばれた渋川海岸が見えてきます。まばゆい白砂に鮮やかな緑の松が立ち並び、シーズンには大勢の海水浴客が訪れる県内屈指のリゾートスポットです。そこから西へ進むと標高 234.5 メートルの王子ヶ岳が見えてきます。美しい瀬戸内海を見渡せる抜群のスポットと大小さまざまな形をした岩々が点在する奇観が人気です。そのまま西へ車を走らせると見えてくるのは繊維の町として有名な倉敷市小島。この小島を見守るようにそびえるのは和州山。山頂付近の展望台からは穏やかな瀬戸内の海と本州と四国を結ぶ瀬戸大橋のダイナミックな姿を楽しむことができます。そこからさらに西へ進むと今度は懐かしい風情を色濃く残す下津井の町並みにやってきます。風町の港として栄えた下津井は今でも豊かな海の幸を私たちの食卓に届けてくれます。冬になると大きく足を広げた干しダコが至る所で見られ、下津井の風物詩として親しまれています。そこから北上していくと左手に工場や巨大タンクが林立する工業地帯が見えてきます。ここ水島コンビナートは県の産業基盤として今なお発展を続ける日本有数の工場地帯です。水島コンビナートを抜け海岸沿いを西へ進むと左手に佐美海水浴場が見えてきます。東西の浜に分かれ、特に西浜はおよそ 1.5 キロにわたって白砂の浜が描く弧が美しく日本の渚100選にも選ばれています。そのまま海沿いに走っていくと岡山県西端の笠岡市に入ります。笠岡湾は生きた化石カブトガニの繁殖地として知られています。湾を望む場所に立つカブトガニ博物館では生きたカブトガニを間近に見ることもできます。穏やかな瀬戸内の海と笠岡諸島が織りなす多頭美は瀬戸内海を巡る旅にふさわしい絶景です。